日本人に死の呪いをかけたのはイザナミだった。人間はできれば死にたくないと願うものですから、世界中の神話には不老不死を求めて結局得られない人間の話が出てきます。そもそも人間の致死率は 100% であり、死なないというのは不可能。だからこそ不老不死は永遠のテーマになりました。さて、神話の時代の日本人は死ぬことがありませんでした。その日本人に呪いをかけて死ぬようにしたのは、なんと創造神のイザナミだったってご存知でしたか？神様なのに死んでしまうイザナミ。イザナギとイザナミは人の姿をした男女の神であり、こと天津神に命じられて地上を生み出すことを命じられます。いわゆる国生みと呼ばれるものです。二人の神はまだドロドロで姿を現していない大地に雨のぬぶこを突き立ててかき回し、矛から滴り落ちる泥からおのころ島を生み出し、そこに降り立ちました。イザナギは島に天の御柱と八広殿という大きな宮殿を造作すると、イザナミと結婚しました。そしてニシンは右表に励み、大屋島と呼ばれる日本列島を生み出し、さらにたくさんの神々を生んでいきます。つまり日本列島は神話上すべてイザナミの母体から生まれたのです。しかしイザナミが火の神様である火の神土を生み落とした時に悲劇が起きます。火の神土が炎の神であるために、イザナミは陰部を大やけどし、回復することなく死んでしまいました。死んだイザナミの魂は黄泉の国に飛んでいき、イザナギだけが残されました。火の神土を切り裂き、黄泉に向かうイザナギ。突然のことにイザナギはぶち切れます。そして戸塚の剣でイザナミが死ぬ原因になった火の神土を切り裂きました。火の神土は死に、その死体からも無数の神々が誕生します。しかし火の神土を切ったとて、亡き妻が戻ってくるわけでもありません。やる気をなくしたイザナギは八広殿に引きこもって泣いていましたが、いよいよ寂しさが募り、とうとう黄泉に行ったイザナミを連れ帰ることを決意します。いろいろ問題行動が多いイザナギですが、日本神話の神は神だからとて高潔な人格を持っているわけではなく、とても人間臭いのです。地上に帰りたくないイザナミ。その頃、黄泉と地上は完全に塞がれてはいませんでした。イザナギはなんとか黄泉の入り口にたどり着くと、暗い洞窟の中に入り、愛しい妻の名を呼びながら進みます。ひたすら洞窟の中を進むと、あら、あなた何しに来たの？と懐かしい声がします。それは死んでしまったイザナミでした。やっとイザナミに再会できて有頂天のイザナギは、イザナミにどうか帰ってきてくれと哀願しますが、イザナミは乗り気ではありません。黄泉では炊事、洗濯、育児の仕事もなく、わがままなイザナギの世話を焼かずに済み、話し相手もよもつしこめという黄泉のドブス軍団がいて、毎日ガールズトークができ、真っ黒なことを除けば天国だったからです。やっぱり黄泉と現世では住む世界が違いすぎると思うの。あなたは地上であなたの幸せを見つけてちょうだいな。冷たく突き放すイザナミにイザナギは泣きの一手です。俺はお前なしでは生きられない。残された子供たちも母さんを恋しがって泣いているぞ。だからお願いだから戻ってくれ。最初は冷ややかに聞き流していたイザナミですが、惨めに泣き叫ぶイザナギにだんだんとかわいそうになってしまいました。わかったわ。でも黄泉の国からは私の一存では出られないのよ。ちょっと上司に相談するから、その間絶対に私の姿を見ないでね。変わり果てたイザナミに驚き逃げ出すイザナギ。大喜びしたイザナギは暗闇の中でイザナミの返事が来るのを待ち続けます。しかし待てども待てども、イザナミはうんともすんとも言いません。真っ暗闇では他に暇の潰しようもなく、我慢できなくなったイザナギは松明に火をつけてイザナミの姿を見てしまうのです。それは美しかったイザナミとは似ても似つかない、腐り果てた肉体にウジが湧き、悪霊が体のあちこちでトグロを巻いているという世にも恐ろしい怪物でした。ぎゃー！お化け！恐ろしさに思わず叫んだことで、イザナミはイザナギに気づいてしまいます。おのれイザナギ、あれほど私の姿を見るなと言うたに。許せぬ、
殺してくれる。イザナギは一目散に逃げ出します。もう頭の中は後悔でいっぱいでした。未熟な自分が愚かにも災いを呼び寄せたのです。しかし捕まれば自分も黄泉の住人に落ちてしまいますから、イザナギは追いかけてくる与物仕込めに所持品をぶつけながら必死に逃げます。そして洞窟を抜け出すと、近くに生えていた桃の実を手に取り洞窟の入り口に投げつけると、それは大きな岩になり黄泉と地上を完全に塞いだのです。イザナミがかけた死の呪いにイザナギは、イザナミは無念そうに岩の向こうから恐ろしい呪いの声を上げました。我が愛しき夫イザナギよ、お前の振る舞いを私は決して許しはしない。お前の所業の報いとして毎日地上の人間を500人殺して黄泉へ引っ張ってやろう。そう、このイザナミの呪いにより日本人は死んで黄泉に行くようになったのです。しかし妻のかけた死の呪いにイザナギはひるまずに言い返しました。我が愛しき妻イザナミよ、お前がそんな心ないことをするのなら私は毎日1000人新しく人間を生み出そうぞ。こうして甘ったれ神だったイザナギは妻の死を受け入れて大きく成長していきます。イザナミが黄泉を見た汚れを水で清めた時に生まれたのがアマテラスとツクヨミとスサノオでした。日本神話ライターカワウソの独り言。人間は必ず死にます。1年間に日本人は137万人も死んでいるのです。これは愛媛県の人口に匹敵する人数で、死ぬ割合は140名に1名くらいで決して低くはなく、1日無事に生きられるのは本当はすごい奇跡なのです。不老不死にはならなくても、新しく生まれる世代がある限り日本人は存続します。辛いことや悲しいことの向こうで嬉しいことや楽しいことがある。それが社会なのです。大昔の日本人はそう考えて死を捉え、命が尽きるまで精一杯生きていたんですね。